はい、皆さんこんにちは。実はこの1週間試していたことがありましてね、こちら右側の2つですけども、この Mac はね、 M2 の MacBook Air 13.6 インチですね。これ昨年出たやつ。そして上がね、 iPad mini の第6世代なんですけど、1週間ね、この2つだけを使っていつもの作業をやってきました。で、まあそれまではね、こちらが14インチの MacBook Pro M2 Max のやつと M2 の iPad Pro だったんですけどね、まあそれにまあ iPad mini があるような、まあそんなようなね、使い方を普段してきましたけども、まあ、この右の2つだけに絞ってね、使ってみたら、まあ、どんな感じかっていうのを、まあ、15インチの MacBook Air も出ましたからね、試してみたんですね。まあ、なんでね、この2つだけを使うということで、まあ、他にまあ iPhone と Apple Watch ありますけどね、まあ、ちょうどこのね、1週間前の、これ6月20日の火曜日ですね、から、まあ、この2台を使って、でいつも通りのことをやってみるという実験をやってみたんでね、まあその結果をちょっとね、共有したいと思います。はい、ということでね、右の2つに絞り込んで1週間ねやってみようということで、なんでそんなこと考えたかというと、ここ3年弱ハイエンドばっかりね私は使ってきましたけども、ここ1年はどうもね、こういった14インチ MacBook Pro なんかもそうですけど、ハイエンドはね、円安とか部品高騰を受けて、まあ非常にね高くなってきてるじゃないですか。まあもちろんね、編集プロダクションとかね、あるいは大企業なんかが設備投資として購入して使う分にはですね、まあ元が取れるならそれで問題ないと思うんですけど、まあ個人で買うにはまあ結構な金額になってきてるなぁなんて思って、まあ、そこでね、改めてミドル機種というかね、まあミドルローぐらいなのかな。で、まあこの M2 の MacBook Air と iPad mini 第6世代だけで、まあいつものね、仕事をやってみたら実際どうなのか、効率性とかね、まあ使い勝手などをチェックしたいと思ったわけですね。主な用途はこんな感じなんですけどね、Mac については、まあ特別なことをやっているわけじゃないんですけど、高負荷で比較的時間に余裕がないものが 4K 動画の編集作業で、まあ、週7回15分前後の動画を、まあ一からね、編集して、レンダリングして書き出しをしているわけですけど、まあそれ以外はまあそんなにね、大きな負荷はない作業ですかね。まあ iPad もね、手書きのノート、メモ、手書きイラスト以外はそんなに負荷のかからないものではありますよね。今回使ったデバイスは M2 の MacBook Air については、メモリーが 16GB、 そしてストレージが 1TB になってますね。お値段264,800円。そして iPad mini 第6世代はセルラーモデルですね。メモリーは選べませんが 256GB のストレージのものとなっています。これも結構するんですよね。126,800円。はい、それでね、1週間いつもの作業に使ってみてというところでね、まあこの、まあ、iPhone と Apple Watch 以外のものは全部ね、この2つでやってきたわけですけど、まあ簡単にまとめるとね、こんな感じでがっつり使った印象としては、工夫すれば大概のことはできるし、慣れるという面もありますよね。ただ局面局面でちょっと力不足を感じることもなくはなかったという印象ですね。で、個人的にね、一番気になったのは外部ディスプレイでしたかね。まあ、Apple の、まあ、仕様通りに使うとこんな感じでね、例えばサイドカーで iPad mini、そして、外部ディスプレイは、これは 5K のね、スタジオディスプレイをつなぎましたけど、まあ、iPad のところにフォルダー、そして、まあ、作業がね、2面という感じだったんですね。で、別の日にはね、こんな感じで 5K をつないで、さらに 4K をつなぎましたけど、これはまあ Apple のね、仕様書通りの使い方ではなくて、ディスプレイリンクというアダプターを使って1枚増やしているわけですけど、これを使ってね、2台繋いだ時に、そのディスプレイリンク返してない方もちょっとね、輝度のちらつきなんかが出ちゃってね、ちょっとそのあたりはいまいち品質が良くなかったですかね。あとはディスプレイリンク経由側はね、ちょっとね、30Hz になっちゃってるのが、カーソルがね、少し飛ぶんですよね。まあそんなんでね、この、まあ仕様上は1台の外部ディスプレイで最大 6K 解像度 60Hz というのが、まあ Apple が言っている仕様なんですけどね。まあただね、これはちょっとね、やっぱ個人的には物足りなかったのと、まあ2台目接続にディスプレイリンクも試したけど、やっぱ快適じゃないなってとこでね、まあこの著作権コンテンツは再生時に抜けばいいんで問題ないんですけどね、ただ、60Hz 出てないんで、カーソルの飛びと画面のちらつきがありましたね。まあ、これはね、M2 Max の MacBook Pro だと最大4台で、私3台とかね、まあ、繋ぐんですけど、2台でもちょっとね、やっぱり品質に違いを感じましたかね。
それでね、私にとって一番の高負荷作業にあたる 4K60fps の動画編集なんですけど、でこれのね、作業中に起きたこととして、このようにですね、火曜日の動画編集時にレインボーカーソルが出て止まっちゃったりしてね、あ、どうもね、メモリーがちょっと足んなかったっぽい動きでしたけど、あとは水曜日の動画編集時はこれプロジェクト間のコピペをやろうとしたら同じようになりましてね、まあ、結局応答なしが出たんで、強制終了をせざるを得なかったという感じですね。まあ、その他ね、これ木曜の動画ではレンダリングが反映されなくて、クリップの一部が真っ黒表示になっちゃったりしたなんていうのもあって、まあ、このあたりもね、メモリプレッシャーがかなり強くて、スワップ使用領域に行った時に発生していましたかね。まあ、とはいえね、まあ、1週間比較的シンプルな動画が多かったというのもありまして、まあ、こういう何回かね、作業中の不具合が出たものの、まあ、シンプルな 4K 動画編集については1週間を通して完了できたんで、まあ、やってやれないことはないという印象を受けていますね。まあ、そしてね、この2機種についてはね、やはりボディサイズが小さいってことが、まあ最大のね、売りの部分ですよね。持ち歩きやすいです。ただ私の場合にはね、時期によってはより凝った動画編集もあるんでね、まあ、それでの機種としての性能比較をしてみました。で、 MacBook Air はね、冷却ファンがないですからね、その影響っていうのが Final Cut Pro のレンダリングで確認できております。例えばね、11分40秒にわたって全編でね、レンダリングが必要な、こう切ったり貼ったりがね、結構してある動画については、まあ、以前ね、測った時にはこの左下ですね、 M2 の MacBook Air は15分16秒とかね、かかってたんですよね。で、まあ、ただこの時はね、だいぶ前なんで、最新でやり直してみました。今回はね、排熱対策としてこの 3COINS のスタンドマックのね、下にね、置いてみたんですね。まあ、この空間を空けて少しでもね、熱が逃げていくようにしました。これ室温は今回 27.9 度なんですけども、まあ、前回よりはちょっと低いのかもしれませんね。それでこのすべてをレンダリングというのをですね、指示を出して時間を測ってみました。で、まあ、途中でこのあたりね、触ってみると、まあ、やっぱ結構ね、熱は持ってるんですけど、ただね、これ冷却はないですからね、回ることはないということで、で結局ね、この場合終わったのがね、レンダリング終了が14分30秒ぐらいだったんですね。なんでね、前よりちょっとね、良くなってたんですよね。そしてね、今度はね、このスタンドを外して机の上にね、ベタ置きをして、それで同じことをね、やってみたわけですね。で、この場合もね、このあたり触ってみると、これさっきよりやっぱね、熱くなっててね、このキーボードのあたりも熱かったりしたわけですけど、結局ね、終わったのがね、やはり、少し時間かかりまして、16分ちょうどぐらいだったんで、まあ、机にベタ置きの場合には 10% ぐらい余計に時間がかかっちゃうということですね。で、さらにね、他の凝った動画のレンダリングなんかもチェックしてみました。例えばね、こちら昨年の秋に iPhone 14 Pro が出た時のレビュー動画なんですけどね。で、この場合、写真のね、撮り具合をね、見るために結構ね、比較にこう切ったり貼ったりとかね、字を入れたりとかしているんで、これしかもね、17分の動画ですからね、かなり時間もかかるし、レンダリングも多いというね、やつなんですね。まずはね、14インチの M2 Max の MacBook Pro で計測をしましたけどもね。で、これがレンダリングし終わったのが5分1秒という感じですね。まあ、結構早いです。そして M2 Pro の Mac Mini もね、手元にあるんで、これでも同じことをやってもらいました。で、これもね、新製品出た時にもね、あったように結構優秀で、これがね、5分11秒なんですよね。だから結構ね、M2 Max に迫る勢いなんですね。で、お次はね、今回の主役、13インチ M2 の MacBook Air ですけどね、これでも同じことをやると、そうするとね、これはやっぱちょっとね、ファンがないせいか時間がかかりまして、結果として11分11秒かかってしまったんですね。で、引き続き同じ動画の書き出しをね、やってみました。で、こちら書き出しについては H264 シングルパスの高速というのを選んでいます。まずは14インチの M2 Max の MacBook Pro からですけども、で、これはね、10分過ぎたあたりからファンがね、しっかり回るようになりましてね、まあ、冷却をしてくれている感じですけど、結果として書き出しが終わったのが12分49秒でしたね。はい、そしてお次は M2 Pro の Mac Mini ですけども、こちらも同じように計測をしていますけども、で、結局ね、これ終わったのはね、20分22秒ということで、レンダリングで M2 Max に迫ってたほど迫らないというところで、意外とね、時間かかってんですよね。前の実験の時もそうでしたね。
で、お次が13インチの M2 MacBook Air ですけども、まあ、同じ動画を書き出しをしてもらいました。で、こちらね、21分50秒でね、終わったんですね。で、まあ、表にするとこんな感じですね。レンダリングについては、これ、M2 Pro の Mac Mini が非常に検討が目立ったわけですけども、まあ、MacBook Air のね、M2 については、まあ、ちょっとやっぱり時間かかりますよね。これ、1からやってると、11分間作業が中断するわけですからね。そして書き出しについてはこちら意外と M2 Pro があまり振るわなかったという結果になってますね。 M2 Max の MacBook Pro の一人勝ちという感じでしたけど、まあそんなんで右下1と2の合計ですけどね、まあこれ33分 M2 の MacBook Air の場合かかりますから、まあこれやり直しがね、ちょっとミスが見つかった時なんかの、まあこれレンダリングと書き出しのね、修正については、まあ、33分もう一回かかるということになるわけですよね。まあ、結構時間のないとこでやっている作業としては30分しんどいかもしれません。まあ、ただね、M2 の MacBook Air それ以外はほとんど快適だったってことで、例えば動画編集ではね、レンダリングについてはバックグラウンド設定をすると、まあ、結構ね、容量がね、食うんですけど、一時的に。でもまあ SSD がこの MacBook Air は 1TB ねあるやつにしてますから、まあその点では問題なかったですかね。なんでまあレンダリングの分のかかる時間はまあ一部ね、まあ節約できたりしますし、あとはね書き出しについてはまあ結構時間かかると思いますけど、その間を休憩に当てるという工夫とかですね、まあメモリーは動画編集中は他のアプリを落とすとか、まあ気をつけながら使っていくとちょっとね良くなっていきますかね。まあ熱対策のスタンドも必須かとは思います。はい、そして iPad mini についても使って感じたことをね、まとめてみましたけど、まあ小さい画面サイズについてはまあ比較的慣れるの早かったですよね。まあ、むしろ手持ちで使いやすいという軽量さが際立ったりしますけど、ただね、画面的にはね、夜間だけ少し文字が小さいんで見にくかったりとかね、屋外は輝度不足を感じたりはしますけども、まあその他ブラウザがモバイル扱いになることがあるのは少し気になった点ですかね。あとはね、これ、Apple Pencil はね、イラストは少し手狭感と 120Hz じゃないんでね、まあ、そのあたりはプロの方が書きやすいと思いますが、ただ慣れてしまったりしますよね。スピーカーについても物足りなさがあるはあるんですけど、まあ慣れるのとね、あとイヤホン対応ができたりするというのもありますよね。そしてね、動画視聴で面白いことがありました。画面サイズが足らないなと思った時に、MacBook Air でね、動画視聴すればいいんだなっていうのを気づいて、であとはまあチップとメモリーですかね、まあ、このあたりは少しプロと比べるとたまに動作が滞る時がないことはないですかね。まあ、その他 3D スキャンはほとんど使ってないんで、ライダーセンサーついてないですけどね、欲しい瞬間はなかったという感じでございます。はい、ということでね、まあこれら1週間ね、徹底的に使ってみて、これらはまあミドルローぐらいのクラスになるんでしょうかね。で、まあこのあたりはね、結構まあね、そこそこいろんなことができるなという印象でですね、まあただね、この Mac についてはね、まあこの冷却ファンがあるかないかというところで、まあその冷却ファンが必要な負荷の時にはちょっとね、差が出てくるのかななんていう感触は受けましたかね。まあちょっとね、工夫と割り切りが必要なのかなという機種のように感じますけど、逆に iPad mini についてはですね、まあ大前提として大きさっていうのがね、ありますけども、まあこの大きさがね、大きい方がいいのであれば、iPad Air という選択肢もまあ出てくるのかななんていうところでね。で、その上のね、iPad Pro については、まあ至れり尽くせりな感じの iPad ではあるんですけどね、まあ例えばね、このスピーカーが4つのスピーカーだったりとかね、これ画面が 120Hz だったりして、ペンシル書きやすかったりするんで、まあ、この iPad についてはまあサイズがね必要だけども、あんまり高いの嫌だって方はまあ iPad Air を選んだりとかですね、あるいはこのね iPad mini はね、まあやっぱり特別な存在っていうのはありますからね、まあこの大きめのサイズの iPad とまあ2つ持つっていうのもまあ結構ね、無駄にはなんないような感じがしましたけど、 iPad mini だけにしてもですね、画面サイズが必要なこのね、まあ動画視聴なんかの時にはね、Mac で見ればいいやという気づきがあったりとかですね、まあもちろんね、ペンシルでがっつりイラストを描く方はですね、まあこの iPad Pro 一択になってくるんでしょうけど、まあメモ帳とかね、ノートだったら、まあこの iPad mini でもね、全然いけるとは思いましたね。まあなんでね、私の場合
にはね、Mac はやっぱりね、MacBook Pro のがいいななんていうことでね、まあ今と同じ頻度で 4K の動画編集をやるのであれば、こっちのね、14インチの MacBook Pro を使うと思いますけど、ただね、この、まあお値段対策としてはね、まあメモリの量をちょっとね、減らすとか、あるいはストレージの量をね、今 4TB とか積んでますけど、まあ 1TB にしてとかね、まあそんな工夫で、まあ M2 Max のままですね、少しお値段を抑えるなんていう工夫もできるのかなと思いましたね。ということで M2 の MacBook Air と iPad mini 第6世代だけをね、この1週間使ってみたという話でございました。まあいずれにしてもですね、想定する用途と、まあこの購入をね検討している機種の、まあその快適ラインのボーダーってどの辺にあるのかというところの、ね、見極めということで、持ち歩きの快適さを重視するんだったら MacBook Air になるでしょうし、外部ディスプレイが、大型2台以上必要な方はね、選ばない方がいいですし、あとはまあ 4K 動画の編集を、まあ、割と凝った形で頻繁にやる方には向いてない機種なのかなというね、そのあたりにボーダーがありそうな気がしました。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。